はい、皆さんこんにちは、今日はですね、前にホースの巻き方をアップしたんですけれども、分かりづらいと、ね、視聴者さんの方から分かりづらい、音声も、ちょっと聞こえないということで、じゃあもう一回撮り直して、ね、動画をビデオを上げたいと思いまして、これからホースの巻き方をですねやってみたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。でそれではですね、今日せっかくなのでもう一回ですね、これ多分音がこれで入ってると思うんで、まあ皆さんご家庭で使うこの水道の水ホースですね、これの巻き方、よれない、螺旋にならない巻き方をやってみたいと思います。それでははい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうホース巻いて長いですか？ホース巻いて長いですね。あ、なるほど。長いです。そう、だからね、まあどうしてもホースを使って、まあ、しまったり片付けたりするのにどうしても巻かざるを得ないっていうのがありますからね。そうですね。はい、じゃあ巻いていきたいと思いますね。はい、まず端っこ持っています。端っこ、はい、持ちました。そしたらこれを一直線に、はい、一直線に、はい、広げたら、はい、ピンと張って、ピンと張って、はい、この右手を、右手、はい、内側に押し込む、はい、押し込むようなイメージで、はい、やると、はい、これを、なんだろう、なんバイクのアクセルですかね。はい、バイクのアクセル、アクセル、はい、アクセル、はい、回すときみたいに、はい、乗ったことないとあれなんですけど、はい、ちょっとフィンと、はい、ここでこの自分の下のあたりに行きたいな、はい、ひねりが、はい、もう普通にこう輪を作るわけですね。輪ができるんで、はい、できました。はい、これをずっと下からブンブンやってると、はい、ホースを引っ張った時に、はい、ホースがねじれちゃうんで、あ、ねじれちゃうんですね。一回今下からホース上げたんで、はいはい、今度この手、はい、ここまで掴んでるところまで来たら、はい、ホースを肩幅以上、はいはい、肩幅以上、ここがポイントですね。広げていただいて、はいはいはい、ピンと肩幅以上、そしたら、はい、この右手を、はい、内側に畳むイメージですね。なるほど。この時左手は持ってきこないで、はい、これさっきと違いますよね。左手は固定、はい、右手だけ内側に持ってやる、内側に、はい、そしたらここまで来たら掴んじゃう、掴む、はい、そしたらこれまた右でやっちゃうとこっちも螺旋になっちゃうんで、はい、今度は下から、はい、下からまた、はい、アクセルをひねるように、アクセルひねるように、はい、やってあげて、はい、また持ちます、はい、そしたらまた肩幅広げて、肩広げて内側に折って、はい、これの繰り返しです。なるほど。右から行ったので、はい、今度下から、はい、そしたら今度開いて、はい、内側に折ります。はい、でブンと、はいはい、でそろそろ手のサイズが持ちにくくなって、そうですね、これもう手のひらいっぱいになりますよね、長いホースだと。はい、肩とか、あと腕のこういうところに置いていただいて、はいはい、今下からホース上がってるんで、はい、次また肩から、はい、内側に折ります。内側に、はい、そしたらもうホースをこう なぞるような感じで下まで持っていったら、はい、バイク一回ブンってやります、はいはい、そしたらまた丸ができるんで、はい、こうスナップが大事なんですね、これね。そうですね、結構ね、癖がついてないとスナップをしないと、はいはいはい、ホースがうまく巻けないんで、はい、そしたらまた右に広げて、はい、内側に、まあ、決してねじってるわけではないんですよね。その自然にホースの、その折れたりしないように自然にこうするためにね、無理やりやっちゃうと、はい、輪っか小さくなったりするんで、はい、肩をちゃんと幅まで広げたら、はい、内側にここの手に持ってくるようなイメージですね、はい、なるほどですね、はい、で掴んだら、はい、ここでアクセルをドンと発、はい、はい、はい、いきます、はい、はい、で、ま、右に広げて、はい、はい、右に広げて、こうします。はい、そしたら、はい、丸がしっかりできるんで、はい、そしたら端と端を、はい、持ってくるくる回してあげると、はい、大体同じ、あ、なるほど、あ、きれいに長さが、はい、まあ、こういう感じで、はい、巻けます、はい、
これ引くと、これ引くと大丈夫なんですか、これ。大丈夫ですよ。はい。なんかこうぐる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 なんないですか。なんないです。お、ならない。いきますね。はい。お、本当だ。本当だ。おおおおお。ねじれます。あ、ねじれ、自然に、はい、まっすぐ伸びますね。あ、確かに右と左と交代交代に、そうです。いきますね。はい。あ、これならいくら引いてもまっすぐまっすぐで輪っかができないので。ねじれがないんで。はい、ねじれないと。はい。はい、なるほど。はい。そして、はい、今度は慣れてくると、はい。いきますね。はい。から今度はい、まずはこうスピードを見てください。まあ、大体このぐらいですよね、普通はね。慣れるとこんな感じなんですよね。そうですね。はい。でも持ちにくいんで。はい。はい。はい、で、これを、S さんにも。S さんにもこれで完成です。はい、完成ですか。はい、じゃあちょっとやってみてください。ホース巻きまだ長くないですよね。まだ長くないです。全然長くない。全然長くないですか。です。まあイケメンなんですけど彼は。いやいや、さっきと同じで、はい、自分の感覚で普通にやってください。はい、はい、さっきはベテランがやってましたんでね。はい、これまだ入ったばっかの。入ってわかるんですか。はい、いや、なるほど。あ、でもなんかベテランさんより綺麗な感じがするんですけどね。え、そんなことないですか。それはないです、はい、ベテランさんと年齢一緒ですか。いや、僕の方が一個下です。あ、本当ですか。はい。あ、まだ若いですか。まだ若いです。何歳ですか。個人情報。そうですね。個人情報なんで。まだ20代ですね。20歳は超えましたよね。はい。はい。こうやって。はい。ああ、なるほど。形はちょっといびつです。ああ、まあまあ、でも、ああ、なるほど。あ、切れてきましたね。はい。はい、こんな感じです。はい。はい、そしたらですね、はい、はい、次はですね、今度はい、次のバージョンがありますのでちょっとお待ちください。はい、はい、じゃあ次はですね、はい、今立ちながら巻きましたけど、例えばもうこれをこのまま、はい、手に持たないで巻く方法。逆向きの方がいいね。はい、そうですね。で、あやさんが、自分がこっちですか。あ、こっち。はい。あらちゃんが。あ、これですよ、これ。はいはい。まあ大丈夫です。はい。はい。はい。いいですか。はい。いいですよ。はい。背中から編みした方が分かるんです。背中から。ああ。はい。こっちの方が。ああ、いいですね。はいはい、こっちはいいですね。はい。ベテランさんの貴重なご意見で。だからすごい大丈夫ですか。これでいいんですね。これは、はい、はい。まず。はい。ここで。はい。なんですか、この 円を作る。円を作る。はい。はい、で、両手で持って、はい、ホースを持って、はい、右手を、はいはい、右手を。を左手に、はいはい。こう、渡す。渡す。はい。で、なんかこう、たるみが出てますよね、下にこうね。え、はい。あ、これでいいわけですね。はい。はい。え、巻き、巻き。あ、こっち、こっちが。すみません、こっち。あやさん、テック、テック、あやさん、テック。いや、いいんですよ、これ、こうね、もういいんです。これがもうリアルでいいんですよ。はい、入ったばっかの、はい、これいいんですよ。これ、こういう感じなんで、はい、入ったばっかの、これでいいです。ベテランさんじゃないですからね。で、こう渡したら、はい、はい、こうで、はい、渡したら今度こっちに右手を、はい、右手を、はい、はい、はい、左手を置く、はい、はい、はい、で、また持つ、はい、持つ、はい、まあ、この繰り返しで、はい、またこう広げて、やっぱりか長さをこう大体肩幅ぐらいからちょっと、まあ1メーターぐらいですかね。そうですね、1メーターちょいぐらい、はい、はい、そしたらまた左に、はい、出して、これ前にこう垂らすのがこれがコツですね。はい、はい、でまた右手を引いて、はい、左手を落とす、落とす、はい。まあ、この本当繰り返しです。はい、広げて、はい、
左手に渡して、はい、また右手を正面から、はいはい、でこっちを落とす、落とす、はい、はい、もうこの繰り返しです。あ、左手に渡して、はい、握って、はい、落とす。なるほど、はい、不思議ですよね。これで負けてるように思わないですよねそうですね、なんか冗談やってるんじゃないかと思いますけど、はい、この繰り返しでさっきのあの立って巻いてるのと同じなんですね。そうですね、結果は、今ちょっとホースの癖がありましたね。はいはい、で最後まで、はい、ああなるほど、はい、はい、汚いですけどまあこんな感じです。なるほどですね、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあその今と同じやつを今度このこっちのちょっとあの この高圧用のやつでやってみ見てください。こっちですね、はい、こっちの方が多分やりやすいんじゃないですかね。まあこれを皆さんね見てくださいね。こうもう自分のスピードでやっちゃっていいですよ。本当ですか。はい、僕一生懸命格闘してます放送格闘してます。まあこんな感じ、はい、はい、このやってる側目線からの角度で、ちょっと分かりづらいかな。こうねたりと、そう。こっちですか。ベテランさんからアドバイスがちゃんと来ております。なるほど。はい、なるほどですね、はい、こんな感じですね。わかりました。では最後あの本日のおさらいをですね、はい、ベテランさんにもう一回やっていただいて終わりにしましょう。またやるんですか。はい、じゃあもう、はい、ぜひあの水の方がベテランさんに、はい、水ホースですね。やっぱりあの皆さんこれからね、家庭の園芸だとかね、お庭に水をまいたりとか、あのいろいろ使う機会が多いかと思いますので、やっぱりこの水ホースでいきましょう。これが一番皆さん、まあ、はい、広げますね。広げます。広げたら、はい、水を、はい、まあ、逆にこれちょっとね、いっぺんこれをもうちょっとビヨーンって伸ばして、もうぐちゃーってこう引っ張っちゃっていう状態の方がいいんじゃないですかね。こうやってもう例えばこうバーンと、まあこんな状態になってますとね、あのお水をまいた後ですね、はい、さて水をホースをまかなきゃと、そしたら、はい、また肩幅を広げてもらって、はい、肩幅開き、はい、でこう広げて、はい、これをまず下に、下に、はい、なるほど、はい、ね、下に、はい、そしてこの先端の部分を、はい、奥側でもどっちでもいいので、はい、うん、はい、こっち側から、はいはいはい、この感じですね。この向きじゃないと、はい、あのこれを逆に行った場合ダメですね。これが、はい、先端が手前に来てしまうと、はい、同じやり方をしようとした時に、はい、次ホースが、ああ、はい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 、なっちゃいますね。そうすると負けないんで、はい、広げたら、はい、この先端は向こう、自分から遠い方に、はい、まあ反時計回りですね。そうですね、反時計回りですね、はい、そしたらまず左回り、はい、この先端の部分まで、はい、丸い1個円をつけます。円をつく、はい。自分のサイズでそれはいいんで、はい。だいたいこのぐらいで決めたら、はい、はい、決める、はい。だいたいこの左に、はい。このぐらいに次のホースが、はい。スタートできるように、はい。これ左手を持っちゃうとどんどん丸ちっちゃくなっちゃう。はいはいはい。してもらうと分かるんですけど、はい。左手はもう動かさないでもらって、はい。もうここに、はい。ここって決めたらここを、はい、円の、はい、起点っていうんですかね、にしてもらって、はい、でまあ肩幅、まあ、広げて、はい、そしたらこう広げたら、うん、まあ右手を左手の方に持ってきて、はい、バッテンを
バッテン、はい、作ってあげて、はい、あとはこの右手の、はい、次右手をまた広げて、はいはいはい、広げて、はい、それを今度下に落とすだけです。下に落とすだけ、はい。でこの手前ここで、はい、次を巻き始めようとすると、はい、円がどんどんちっちゃくなって、あ、小さくなって、はい、さっきのここまで、ここ、はい、そうですね、必ず丸持ってきてもらって、はい、そしたらここですよね。そうですね、はい、広げてまたバッテン、バッテン、はい、右から左下にホースを落とすようなイメージ、はい、落とす、はい、輪っかをそのままたるみを落としちゃうって感じですね。そうですね、はい。でまたここの左の辺まで持ってきてもらって、はい、ちょっとこう後ろ引きで、でバッテン作ります、はいはい。でサイズがちっちゃいなと思ったら、はい、こんぐらいでちっちゃかったら、はい、これをどんどん落として、あ、少し落としてあげてね、サイズ同じになるんで、はい、これを広げてバッテン、右手を引きます、はい、右手をストンと下に落とします、はい、落とします。でまたここに来たら、はい、広げて、広げてバッテン、はい、そしてストーン、はい、でポン、はい、そしたら、はい、これだとサイズがまだ全然違うので、はい、違いますね。端と端、端と、はい、必ずこれこの辺にしちゃうと、はい、変に絡まっちゃう、はい、下と上、下と上、はい、下と上で、はい、大体同じぐらいのところで、はい、このホースを持ってもらって、はい、あとはホースをトントンと、トントンと、はい、でこうトントンと回してると、あ、均一になりましたね、長さが大体均一になるんで、はいはい、あ、なるほど、こういう感じで、はい、わかりました。で、てなわけで大体皆さんわかりましたかねどうですかね、これどう思います？このこれはもう役に立ちますかね、将来じゃ皆さんにも。高圧の方が分かりやすいですか。高圧、はい。そうですね、こっちの方が分かりやすいですね。必ずこれは、また、はい、奥側向けてもらって、落とします、はいはいはい。そしたらサイズ、ここに来たら、はい、大体この辺までホース落としてるんで、はい、広げます。広げます、はい。バッテンにします。バッテンします、はい。で、大体同じぐらいのサイズまでこうやってホースを右手だけ送ってあげて、右手、はい、送ってあげて、はい、落とします、落とします。でここで巻き始めちゃうと、はい、円がこうちっちゃくなっちゃうんで、はい、右手だけ、はい、広げて、はい、右手を左に持ってきます、はい、でバッテンにして落とします、はい、広げて、はい、落とします。はい、でこれ巻いちゃうとまたちっちゃくなっちゃうので、はい、下までしっかり落としてあげて、はい、広げて、はい、巻く、広げて、はい、これの繰り返しですね。なるほどですね。広げて、ふんと内側に、はい、広げて、はい、こう両手を、はい、最初右手だけ難しかったら、はい、両手でいいんで、両手を内側に曲げるような感じで、はい、これ ボイスカートじゃないですよね、ここはね。すいません、ちょっと真面目な話をちょっと横やり、はい、備えを常に、はい、これのこれひたすら繰り返しをしてもらえれば、はい、引っ張ったら、はい、これでできます、はい、そしたらこれ引っ張ればもうねじれない、ねじれない、このまま引いても螺旋になると思いきや、おお、なるほど、はい、この輪っかがこう交互にこうね、こうやってあの解放されていくという、この快感っていうんですか、なるほどと、ね、普通はもうぐるん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 輪っかがもう螺旋になるんですけどね、これだともうならないわけですね、まっすぐどんどん引っ張っていってます ね、はい、こんな感じですね、はい、いやー、どうもありがとうございました、はい、これが皆さんあの役に立つかどうか分かりませんけどね、まあでもあの何気にこうね、なこの上手に巻くとなんかかっこいいじゃないですかね電源コードですもん、紐でも、スマホの充電のケーブルでもいいしね、もちろん水のホースで、はい、じゃあどうも今日は誰かのやつですか、ありがとうございました、どうもありがとうございました、今日はどうも皆さん、あの視聴者の皆さん、あの分かりましたでしょうかね、またあの今後また何かあのお役に立つことがありましたら、
はい、あのお二方にもまたあのね協力していただいてよろしくお願いします。どうもありがとうございました。